場してまいりました。非常にコンディション的にはもちろん過ごしやすくというところでいくつもの得点が生まれていますが、さあ広島立ち上がりのコーナーキック、野津田からのボール、佐々木、先制は広島、佐々木が押し込みました。強敵的きっちり自力での参与を目指す広島、佐々木のゴールです。コーナーキックからあっという間の先制撃は広島、佐々木一人早かったってところ、ここで自分の足に当たったんですけども、意図的にこうボールが浮いたっていうよりかはボールがちょっと見えなかったのでアクシデント的にこう浮いたところで、キーパーより早く触るってところ、彼の強さとこうボールに対する執着心ってところ、やっぱセカンドボールに対する反応ってところは非常に早いなってところと、ここはやっぱこうトスからするとこう前でボール触れなかったってところが非常にこの失点につながったのかなと思いますね。ベンカリファが行きましたが、パクイルからのボール、岩崎残して宮代待っていますがキープする、この辺りキープ力がある。そして左足打った、クロスバー、宮代の強烈な左足でしたが、ここの体の使い方非常にうまいですよね。ここで軸にしてくるっと回りながら前に空いた瞬間にこうシュート狙いましたし、これ無回転気味にボールがぶれてますよね。ペナルティーボックス外からでもしっかりこう打ってくるってところ、はい、この辺でもこうシュート打つよ。ベンカリファ先に体を当ててキープします。いや、うまいですね、はい、今のコントロールなんか、田代もねして弱くないんですが、そこにしっかり、おっとこれは旗は上がっていない。さあ満田だ、満田、そのまま満田のシュートがポストに当たって決まりました。広島2点目、満田です。前半の終了間際に貴重な追加点、ジエゴはここを取りに来ましたけどね、このシュートはもう完璧だと思いますし、右足でカーブかけながらこのボールがこういう風にゴールに向かっているのでよりこう内側にカーブがかかるような状況に持ってきましたし、運んでいく西川、運ぶ運ぶ、ベンカリファのディフェンスで逆に広島奪った。いや、素晴らしいですね、そして森島が運ぶ、川村も出てきている、野上もサポートの動き、川村狙っていった、川村、これですよ、川村のこの左足、蹴り方からすると少しこうかなりこう強い覚悟を持って鳥栖に戻ってきたという話もしていましたが、しっかりプレーで、あっとこれただ森島のところに出てチャンスになるか、シュート、パクイルキュー、あまりこう後半うまく入れてないなってところ、あ、ただこういうミスに乗じていきたい西川だ、宮代要求する、ここは決め切りたい鳥栖、宮代1点返した、ここはミスを逃しませんでした、最後宮代です。はい、まさしくここのところでこのミスから一つうまく作り出しましたし、どうしてもこう内側にこう住吉が引っ張られて、フリーな状況、宮代がフリーな状況を作り出しましたし、この辺もコントロールしかシュートまで非常にこう冷静だったなって感じしますよね、この辺もゴールマウス見てないですけども、キーパーと駆け引きと、どこに置いて自分がシュートを打てばこう入るんだってところ、やっぱ最近やっぱ好調にしっかりゴール取れてるってところが彼の良さかなと。藤田からボール、ジエゴ押し込んだ、ファン速攻、ファン速攻で同点、ファンソッコが最後ファーで押し込みました。トスがホーム最終戦、意地のまずは同点撃です。早速こう藤田を入れた意味ってのが出たと思いますし、ここ、直接そのままシュートっていうよりかはここニアのところで反らして、ファーサイドのところでフリーな状況をうまく作り出しましたし、それに対してもファンソッコもうまく反応しましたね、ファンソッコだけではなくこうやっぱ2枚入ってきてますし、また松本、今度は流れてベンカリファー、ヒールで流してチャンスなら満田が入ってきた、そのままシュートに行ったがわずかにずれる、いやー、満田の惜しいシーンでした。いやー、いいボールですね、本当にそうですね、大迫、そして森島からベンカリファのループはバテルビュー、ここの大迫のボールが素晴らしかったと思いますし、あとここのクロスですね、アーリーに上げて、強いてあげればちょっとこうボールが高く浮いてしまったってところが、ベンカリファのループ、対空時間長くなった分かける、
いや、いいとこ見えてますね。そして川村、満田、満田もう一度打っていったんですがサイドネット、満田が倒れた時にパクにファールだったんじゃないかという、はい、このシーンですよね。ここでこれがパクのファールじゃないかという広島ベンチのリアクションもあるんですが、まあ、これ見てる限りパクがボールにしっかりチャレンジいってるように見えますね、うんうん、はい、でボール触れてますから、こうやっぱ2枚3枚ってやっぱこういろんな選手が出てきますよね。菊池さあもう残り時間ほとんどない。で今試合終了の笛です。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications